ということでね、今日はフォトコンテストを台本恥ずかしいから初めて読んだね、俺らね、これね。Firefox フォトコンテスト、よっよっ、来ましたよ、コンテストでございます。スーさんが、カメラマンのスーさんが写真の芸術大学かなに通ってたらしいので、ふわっとしてんな。すごいすごい。大学の写真学科。大学の写真学科に通ってたらしいので、ちょっとね、私たちの撮ってきたとびっきりの一枚を審査してもらうじゃないかということで。なんでやめたんでしたっけ？写真が。強いました。強い。これは強い。すげえヘビーパンチ持ってたけど、それ俺たち今から作品を見ていただくんだよね。すずさんにやめたいね。俺この企画自体したいかもしれない。怖い。やばい、私が出る大会じゃないか。もう二人メンタルが折れてる。いやめっちゃおもろ。会場に来て違った。俺と来るとこじゃなかった。服装自由でいいって聞かれてたらみんなスーツだ。やばい、どうしよう。やつ書いてだけでも分かるよね。だからこのフォントコンテストはおそらく続いていく企画になるんで。なるほど。続きます。これ、まあ、今回のお題はっていうことですか。フォントコンテストはもう続けていきます。お題を書いてね。毎回毎回月1でこれやる。俺ら毎回ハラハラしながらやるわけさ。いやでもちょっと知りたいじゃないですか。普段やっぱ誰でも写真撮れるようになってスマホで、果たしてこれってそういう専門の人から見たらどうなんだろう。途中でやめた理由がえぐい人。絶賛まだ尖ってるまだ尖ってるよ。激怒とかいるの。なんか反省してる感じなかったよ。あの時は若かったんですけどみたいなバランスゼロで言ってたよ。なんか怖い。いやいや、それはね、審査してもらいますから。今回カメラ壊すよ。2個あるよ、 iPhone って。トレードはするもん。トレードはする。今回のお題は街中の風景ですね。まあベタなお題でいかせていただきます。まあ、NG は室内の写真じゃなければ OK でございます。外の写真であれば、まあ、街中といっても外であれば OK。 なるほど。そしてまあ合成はなしかなということでございます。はい。まあ、それ以外には何もないので、あとは何を撮っても自由ですということで、1人1枚撮ってきていただきました。それをね、これから一人ずつプレゼンしていくんですけれども、誰から行きます？一番前だ。これちょっとでも変化球なんですよ。これちょっとやばいかもしれないです。でも尖ってる人には刺さるかもしれない、もしかしたら。キモー、うん、やだ、自分で言うのやだ。すげー酷評されてほしい。そうね、バッツエドボール気持ち悪かったな今。ギュアってほしいな。いやだな。いかんさん怖いね。いつ来た。すごい嫌だな。ちなみにこれ俺のデータなんで、見えてるからね。先生に見えてるから。俺はまず写真からじゃなくてタイトルからお伝えいたします。では私が撮った写真のタイトル、こちらでございます。25。このタイトルからまず想像させることから私は今始めております。多分今日あんまり目合わせない方がいいと思う。汗かいてます。汗が止まらんぞ。喋れば喋るほど突っ込むとこは増えるから。さあタイトル25、どういう写真なんでしょうかね。これを見てどう思うのか、どう感じるのか、こちらでございます。さあどうでしょう。まずは見てもらいましょう。この中に果たしてあなたはいくつの思いが生まれるんでしょうか。こんなリアクションないんだ。おーみたいな、そんなリアクションもないんだ。はい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 。まあ、これを見てどう感じるでしょうかね。25という数字、果たして私それはどういう意味なのか。
まあ、まずこの写真から見るにピントですね。やっぱ写真で大事なのはピントですよ。ピントをどこに合わせるか。まあ、私が実際に撮りたかったものはここに描かれている。おそらくこれは10円ガムの当たりかな、外れかな、そのくじでございますよね。そこが落ちておりました。しかしまあピントは手前の枯れ草についていると。それが当たりなのか外れなのかはまあぼやかしてもいいんじゃないかと。まあよく見ればわかると。やっぱりなんか深淵を覗いているものはまたこちらも深淵が向こうを覗いているみたいなことですね。つまりは入り口が逆だったね今。そうね。さあ、まあそして25という数字ですよね。やはり気になるのはどういう関係性があるのか、この写真に。当たりくじが当たるのが25分の1か。いや、たまたこの写真を撮った人の年齢が25歳なのか。25日に撮ったとか。あ、いいですね。どんどん生まれてきますよ。いや、このアングル、この写真を撮ったのが25回撮った25テイク目なんじゃないか。何に容量使ってるの。いや、25という数字だけでも25パターン以上も存在する。ただ25という文字、2という文字、日本語に直すと2、まあ、字とも言いますね。で、5という文字、まあ、5と呼びますよね。つまり25とはこちら、はい、人口と呼ぶことができます。25と書いてルビー人口、はいはいはい、おかしくないですね。ここで勘のいい人はお気づきかもしれません。この写真は人工的に作られた写真でございました。ここからはちょっとルールを破ります。この写真をご覧ください。さあ、どうでしょう。これを予想できた人はいたかな。人工的に作られた世界の中での写真だったんでございます。25という文字、人工、一つの狭い世界の中で。なんでこの写真真ん中がタバコなの。誰か一人の人間が作って面白おかしく閉じ込めてる。ああ、まさしく写真なんじゃないでしょうか。以上です。お疲れ様でした。怖い怖い怖い。必ず言うんですよ、公表の時とか。お疲れ様でした。学校の公表の時とか。怖っ怖っ。いや、でも俺がやりきりましたよ今は。ナイスバイト。リアクション一つもないんだ。なんかやばい。俺結構してましたね。いやいや、こっち側のリアクションはこっち側にいなかったら俺死んでますもん。なんかずっと空気殴ってるような。後からこれ自分の番のためにちょっとね。そう、温めときたいよね。自分のリアクションしてもらおうとしてる。後から来る自分の番のためにちょっと吉野を怪獣しておくために。わかるわかる、まあ、気持ちわかる。これがどう響くのか正直私もわからないので、まあ、質問と、まあ、それでも何か言いたいことがありましたらどうぞ。いや、そのなんか人工的に作られたものの中で、なんかその狭い世界でみたいなコンセプトだっていう風に言ってたんですけど、この写真1枚だとそれが伝わらないじゃないですか。はい。この2枚目の写真があってやっと伝わるのが、なんかまあ伝えたくない自分だけが知ってるそのコンセプトっていうか人工物の中でっていう。で、その見てる側も巻き込んで、見てる人たちもなんか人工的なものの狭い世界の中で生きてるんだぜ、ふふってなんか心の中で思うっていう作品だったらこれでいいんですけど、そういう意図ですか。そういう意図です。絶対違う顔したもん今。そういう意図です。先にこっちを確認したからね。そう、今チラッと俺らの方見たからね。そのわざとピント合わせないでこのくじに合わせなかったって言ってたんですけど、はい、それはなんか吉野さん自身目を背けたいことみたいな、そういうことなんですか。俺の心今
ングされてる俺の心の中の深層心理が地層みたいに検査されておりますが人工物なんかまあその読み取れることとしてはその人工物の中で吉野さんが気づかずにその狭い世界の中で人工的に作られたその当たりだの外れだのっていうのから目を背けたいっていうことなのかなっていうふうには感じましたけどそういうことで合ってますか今まあ聞くとそういうことかな感覚ですね今聞くと正直に言うと、まあ、そういう感覚では取ってなかったですけどああそういう感覚が写真に現れてるのかなという初対面ですね初対面ですね初めての初対面の感覚ですやばいそうだなこれプレゼントしてダメだなそうだ申し訳ない反省してるやん反省してるやん反省してるやん目を背けた先、まあ、ピントが合ってるところっていうのがその手前のなんか枯れ草みたいなやつっていうのは、はい、なんかその枯れ草に何か意味を持たせたりとかはしてるんですか？枯れ草でもあれ出てくる見込みがないから枯れ草がない枯れ草時間をなんとか引き伸ばしてんだけど、まあ、おーい枯れ草ってこれ俺らもやるの枯れ草そうだよね枯れ草返事してこの枯れ草ってもう地獄の時間俺らもやんなきゃいけないのおーい枯れ草俺やってるのハート俺ってこんな聞いてない聞いてないそしてたまたま選ばれたのが枯れ草でしたとたま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 選ばれたのが枯れ草でしたあやたかでしたみたいな感じに言わないでくれる、まあ、見た目ポンって見たときはあの割と色のバランスとかも綺麗であら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 、まあ、パーフェクトではないですけど、うん、まあまあまずまずかなっていう感じなんですけどちょっとブレてますよねそうですね、うん、なんかパッて撮っていいだろっていう感じがちょっと出てるかなっていうふうには思いますねそっか枯れ草にピントが合っているかというのも別に合ってないし、ね、そうそうちょっとピントはどこに合ってるのかよくわからないですねうずそうなんだ俺これ枯れ草にピント合ってると思っちゃう一番その焦点に近いのは枯れ草かなっていうだけで、ピントが合ってはいないかな、うん、そうなんだ多分作った箱が小さすぎて近づかざるを得なかったんでしょうねああざっくりとしたコンセプトはいいとは思うんですけどもっとなんか作品に向き合うっていう姿勢が見たかったですねありがとうございました以上ですなるほどナイスファイナイスファイショーやってやったな終わったぜジャブ入れたりました全体的に茶化してんのよくないよこれ業界に、うん、よくないよよくないタイトルはね、まあ、ありません、まあ、見たら分かるんでなるほど、まあ、見たら分かりますタイトルを空白で提出する1個いいですかあのこの吉野さんのタイトルなんか25ってよく分かんないですもう終わったと思ったら立ってもらってまだ終わってなかったんで、はい、立ってもらって、はい、どうぞなんか結構若気の至り的な学生あるあるではあるんですけど恥ずかしいやつってことか、 なんかこう普通ストレートに人工とかつけたらいいじゃないですか確かになんかちょっとひねったけどかっこいいかなと思ってひねったけど別になんか特に意味ないみたいな薄っぺらさ顔がひるみちになってたはい、撮りますよおぉいやーなーこのネタねすはい、こちらですこれはね、寄ってきてくれたんですよすごいぞ、この子がこれはすごいぞ、はい、すごいねちょうどこの日出かけてたんで
写真撮ろうって思ってたんですけど、なんかないかなと思って探してたんで、まあ、ちょうどいたんで、指にとりあえず止めたいと思って、うん、指に止めようって思ったら鼻に止まったんですね。すごいなんかこのまま CD のジャケットにしたいねえ、うん、鼻っていうタイプ。しかもこれほんと川沿いにいるやつでしょ。川沿いにいる蝶、川沿いにいる蝶の代表的なやつでしょ。代表的なやつでしょ。そう、水辺にしかいないだろこれ。それは分かんないけど、それは分かんないけど、多分ここ別に水辺ってほど水辺じゃない。迷い込んできてんだよ。どっちかというとこの普通に郊外というか陸地でしょ、どっちかって言ったら。綺麗な水にしかいらない。なんだろう、後ろの壁と俺の服と俺のマスクとこの蝶々の色と、なんか色合いが個人的に好きだったんで、もうこのまんま、このまんまの提出になりました。お疲れ様でした。始まりますよ。お疲れ様でした。刺さるんだよ。ここから、ここからですよね。お疲れ様でした。刺さるんだよな。どんどん取った方がよろしいですか。特にそのなんていうんですかね、語りたいコンセプトがあるというよりかは、はい、そのアーシャ的なことですよね、はい、そうですね、ビジュアルが、はい、撮ったものがなんか個人的に良かったので、そうですね、なんかこれといったテーマというかそういうものがあったわけではないです。足揃ってるな。つばさき君と足揃ってるわ。難しいんですよねこういう写真。綺麗じゃないですか。綺麗なんですよ、ね、背景の壁の入り方とかもすごい綺麗なんですけど、はい、なんか以上みたいな。わかります。はい、そうですね。いや、なんか逆にこれはそのこう加工をもうちょっとほどもししてるんだとしたら、ああもうちょっと施したらもっとなんかよりアーティスティックな感じじゃない、合成とかじゃなくて、なんかタイトルは、タイトルは特にない、ね、無題で出さんちょっと鼻についたりしないですか。いや、あなたの25よりだわ。で無題で出す。いや、僕はこれにタイトルをつけるほどのテーマ性がもともと持ってなかったので、こういうタイトルはないです。それはすごい伝わってくるんで大丈夫です。ありがとうございます。なんかそのこの あのコンテストのテーマ、なんか屋外で撮った写真っていうのを踏まえてみると、その蝶々がいることによって初めて屋外って分かる写真っていうのは面白みはあるかなっていうふうに思いますね。でもこの壁ってギリギリ外の壁じゃないですか。こういう壁が室内にはありえそうな壁ではあるんですね。そう、ギリギリのラインで、まあ蝶々いる、あ、じゃあ外なんだみたいな。なるほどね。あるかと思います。あとはなんか細かいことを言うなれば、どうぞどうぞ、蝶々にピントが合ってたらよかったなっていうぐらいですかね。なるほど、メガネ、まあメガネですね。そうなんだ。これ吉田さん、ピントが何か分かってない。難くない、ピントとはみたいな。本当にすごいな、よくみんな分かるな。じゃあ先タイトルを。おー、開きましたね、タイトルから、はい、ボタン。あ、ちょっとミスったっす。いや、もう怖くて指が福島になってね。こっちです。福島さのりになって、もう指が震えて福島って打てなくて。はい、教えてくれ福島まさのり公と。これはどういう、写真を送ります。はい、まあ、写真としてはこういう感じの。綺麗。いいですね。これ、まあ、要は福島まさのり公ってことで、簡単に言うと広島城に。はい、作ったというか広島城にいた、まあ、秀吉さんに可愛がってもらった戦国武将の方のお城な、まあ、二の丸とかその辺なんですけど、の櫓なんですけど、乃木坂46のライブが広島でありまして、時間までどうしようかな、あ、広島城行こうって言って。そんなバカな、はい、どう響くこのプレゼンが。いや、でも俺その日モヤモヤしてたんですよ。あ、
結構いい席だったんですね。はい、いいですね。うん、アリーナって、まあ、その要はメンバーがよく来てくれそうな、うん、だもう本当この位置でうわ来たみたいな、割といい位置だったんですよ。なんでモヤモヤしたの？だその時に俺が今好きな子はまあ5人くらいいるけど、うん、あこれ俺は誰のタオルを出せばいいんだろうみたいな。え、どうしたらいい俺は。俺はこんな、なんだろう、半分浮気してるような感じでライブに半分ライブに結構な浮気をして5人だからね。5人だからね。5人だったらまあ 20% かな。うん、俺はそんな心でライブに参加していいのかな。なるほど、教えてくれ福島正則子っていうことで。そこにつながる。タイトル回収しましたよ。あの、行ったんですよ。おお、その時にまあ見てください、めっちゃ綺麗よ。あの、まずこの上側、はいはい、この広々とした青空、うん、それからこの、まあ、櫓の下に、はいはい、要は逆さで映ってるじゃないですか、池。あ、うんうんうん、これを福島さんが教えてくれたんです、僕。え、君は今誰を選べばいいか、果てしない空を見てうわどれがいいんだろうってあなた迷ってる。迷ってる。でもあなたの心は真下水面にあるよ、すぐ近くにあなたの答えはあるんじゃないって言われて、僕池田テレサちゃんのタオル掲げようって決めました。以上です。ありがとうございました。ねじ込んだぞ。本当に緊張してたよ。俺今も緊張してるよ俺。こんなんでよかった。それこそ茶化してるんじゃないかな俺はって今不安で仕方ないよ今。茶化してるんじゃないんだ。攻め方は自由ですから。そうそうそう、まあ、言った本勝ちってさっき背中を押していただいたんで。ですよ、でも芸術の自由なんですよ、はい。お疲れ様でした。まあ、パッと見た感じ、はい、誰でも撮れる写真だなって。広島城のホームページにこのまま載ってても別に違和感ないというか、そう、載ってそうな写真じゃないですか。綺麗すぎるとそうなるのか。でなんかすごい、プレゼンで話してくれた乃木坂の話とか、はい、それをもっと入れればよかったんじゃないかなっていう風に。あ、もっと言ってよかった。この写真の中に例えばタオルをもう5枚って持って写ってるとか、そういうなんだろう、作品性というか遊び心的な、そうですね、あってもよかったのかな、そういうコンセプトで撮ったのであれば。一番に言えるのは本当になんか誰が撮ってる。同じセリフ、同じセリフを一回ナイフ刺して苦しんだのを見てもう一回もう一回、あ、ここ聞くんだって。同じとこに刺しましたと。これでも難しくって、これも結構あるんですよ。なんかやっぱ有名な写真家の方でもやっぱこれ誰が撮っても一緒じゃねみたいなのは絶対あるんで、そこ難しい話ではあるんで、なんかだからといって悪いってわけではないんですけど。なるほど、いや勉強になるわ。さあさあ続きましてね、次の入っちゃったごめんね。修学旅行のバスの隣。中で途中なんですよ、はい、今からビルがここに建っていく。で真ん中の、まあ、日々工事が進んでいくにつれてこれはもう取れなくなるんですね。おお、そういう意味で途中が好きなんですよ。完成したら、まあ、その先はもうちょっと完成しっぱなし、うん、だからスカイツリーとかもまあ今後生まれてくる人は途中で見れない、スカイツリーが完成していく様っていうのは見れなくて、で、まあ、そういう意味で僕は途中を、まあ、撮ったんですけど、まあ、あと
ここもともと僕のバイト先でして、僕は今はあの空中になっている部分でアルバイトしていまして、であの 今はこの空になってるところで最後に働いた男なんです。なるほ なるほど。でもそれも今後ビルが建つと、まあ、今後ここで働く人もいると、それも途中だし、なるほど。で現在僕がここで最後に働いた男でもそれも途中途中途中です。全てが途中なんですけども、途中みたいなタイミングで終わらせていただきます。あ、でもリアクションあったぞ。そうですね、ちょっと初めてじゃないか、今までここ最近のリアクションが途中にもらえなかった。重力5倍ぐらいのところでやってた。以上でよろしいですか。以上です。お疲れ様でした。まあなんかパッと見すごい綺麗な写真ですよね。うん、はい、ですかね。私すごい線がこうちゃんとまっすぐなってるとかいうのすごい好きなんですよ。ちょっと斜めってるとかで撮っちゃうと、この下のあの道路の線とかですぐバレるんですけど、それが傾いてると途端にバランスが崩れるんですよ。それがないのはすごいいいんですけど。なんですけど、これなんか建設途中、解体途中、建設途中みたいなのは、まあ、もっと伝わりやすい写真はあったんじゃないかなとは思うんですよね。ちっさ、なるほど、ちっさ、ちっさ、早っ、早ちっさよ。で、特に触れられなかったんですけど、この飛行機雲は、偶然映っちゃったっていう。たまたまだそうです。通訳必要。必要になってきて。バランスが本当に全体的に良くって、とっても綺麗ではあるんですけど、そのなんかあんまりその意図したコンセプトっていうのは伝わってこないかなっていう風に感じていて、まあそのコンセプトがやっぱ途中っていうの、途中を伝えるのって。やっぱり一枚では難しいことではあるんですよね。ちなみにこの魚眼ですかね、パノラマ、パノラマで、パノラマで撮ったんですか。パノラマってどういうやつですか。でこう撮ったってことですよね。なんかこう動かして撮ったら広く撮れるみたいな。まあそういうことですよね。そういう感じなんですね。今のパノラマってこんな綺麗に撮れるの。ああ、最新機種だとね。そうなんだ。途中途中なんですよね。そうなんですよね。最近月に15万で。そうですね。今最新。それも途中。そうですね。声出していいですよ。それだけ綺麗に見えたっていうことですね、写真が。まあそうですね、なんかパッと見綺麗な写真っていうイメージで、うん、コンセプト言われると、あんまよくわかんないなっていう感じにはなりますね。泣かない、大丈夫。さあ、終わりました。違うかな。さあ、どうなのか。いや、でも分かんなくないですか。あれ、これをもし順位をつけるんだとしたら、今のリアクション、まあ、総評だと。まあ、順位とかいいけどね。途中がいいんじゃないのか。途中嫌いな、途中が嫌いになるかもしれない。コンテスト出してもこんなバシバシは言われない。
定期的にやるとか言ってたからね、まあであればまあ言っていただいた方が。そうですね、次の作品これを踏まえてまたやるってなると逆に難しい。逆にやばいよ。あなたが言ったんですよ。そうだよ、あなたが第1回とかさ、あなたがまだやって第1回開かれてもないのに、うん、これを定期的にやりますって言ったんですよ。もうちょっとね、みたいなそんなノリじゃなかったね。そんな感じか。そんなノリじゃなかったね、俺たち。3位は、はい、教えてくれ福島正則子。よかった、ありがとうございます。なるほど、まあ、単純に綺麗じゃないですか。うん、綺麗。やっぱホームページにあってもおかしくない、誰でも撮れるような写真とは言ったんですけど、でもそれって逆に言うと、ポジティブに言うと、見てて違和感がない、その個性がないっていうのはやっぱその違和感がないっていうことなんで、だから多分旅行とか行ってこれ写真撮ってきたよって出されたら、へえ綺麗に撮れてるねみたいな評価を得られる。あまり褒められてる気がしなくなってきたんだけど。難しいな。難しいですね。難しい。まあでも教科書に載せるとかそういうことですよね。うん、教科書に載ってでも全然おかしくない、うん、と思います。先生というか、ありがとうございます。はい、じゃあ第2位はゆかみさんの蝶々の写真です。さっきしげたさんの講評の時に言ったこの線の綺麗さとか、はい、綺麗なのが私は好きって言ったんですけど、この後ろの斜めに具合とかすごい綺麗でいいと思いますね。これはまあなんかそのもうちょっとこうやっぱり加工を加えたりとかしたら良きものになるのかなっていうふうには思います。なるほど、イヤホンいらんやろ。いやこれこのタイミングですからね、もうここから手加えるの無理ですからね。ここからイヤホン取ろうとかっちゃったら超見えるからね。本当はメガネとマスク外したら、うん、あ確かにね、マスクは確かに、まあ、言ったらねそこはあるんですけど、まあでも今なんか覆面のアーティストとかいるじゃないですか、うん、確かに。だからなんかそういう風に見たら全然違和感はないかな。はい、じゃあ第1位は重田さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いい写真でした。いや、正直めっちゃ好きだったっす、この写真。湾曲具合がすごい綺麗だと思う。こんな賞までいただけると思わなかったです。素敵なことをこれからも日々精進していきたいと思います。頑張ってください。いやー、まあ綺麗か。まあなんか隙がないですよね、画面に。これを作品作りだからっていう風な心持ちで綺麗に撮ったのであれば、その心持ちも評価されるし、逆に意識せずにこれが撮れてるのであれば、多分センスがいいっていうことだと思うんで、うん、いいな、めっちゃいい。自分はそういうセンスを持っているっていう気持ちではいると今後いいと思います。すげえ、通訳する機会。まあありがとうございます、素敵なことです。まあそうね。第4位は吉野さんということで、いやダメとは言ってないですよ。あ、そうですね。この中では4着だったっていうことなんで、ダメとは言ってないですけど、ま、さっきの好評を多分編集するんでもう一回聞くことになると思うんで。彼だけは何度も何度も聞くことになる。もし次回やるのであればそれを参考にしていただいて。ひちぃ、いやまあ分かんないけど準備時間はかかってるとは思うんですけど、なんかまあそれで疲れちゃったのかなっていう。やっつけ感が満足しちゃった。一生懸命作って満足しちゃった。地裏のね、地裏の作るところでもう楽しみが終わっちゃった。だからそのコンセプトを考えたところからおーいいなみたいななって、で準備してはいいなってなってえってちょっと自己満足が出ちゃったそっかなっていう風に感じられたかなっていう。ねだからまあベラベラ喋ればいいってもんじゃない。
あまあじゃあ1位は重田さんか。あ、おめでとうございます。ありがとうございました。いやまあいい作品だったな。すごー、よかった、よかった、綺麗だった、綺麗だったね。ついに声されてて口バカだから、それはもう独身術ないと無理だからもう、それは両手でほっぺを押さえると誰でも可愛くなれるらしい。カワピー。